また原子力発電所のことに対しても僕たちは大きな疑問があります。一体安倍さんは2012年の衆議院議員選挙脱原発依存の経済を作ると言って選挙に勝ちましたけれども、政権に復帰した途端に原子力発電所に対して安倍さんは混乱して、今では原子力発電所は重要なベースロー電源されてしまいました。ベースロー電源から昼夜を問わずに一斉の稼働をすることになりますけれども、そのことに対して僕たちは納得できていますか。地震がいつ起こるかわからない、あるいは地震以外の災害も非常に多い、この国で昼夜を問わずに原子力発電所がまた動くことになるということ、その発表がされる日が来たとき、僕たちは納得できるかどうか。今度行われる選挙は納得できないという方は、政府与党以外の候補者の方に投票すること、そうでなければ、その日が来ることをただ待つだけになってしまいます。あるいは被災地の復興に対してもそうです。安倍さんは、個人以降初めての演説として被災地に狙っていきましたけれども、安倍さんの経済政策、円安の結果として、資材の高騰、あるいは人件費の高騰として、被災地の足を引っ張っているというような報道もされています。安倍さんの解散の発表の時も、被災地に対する言及は非常に少なかった。本当に被災地のことを考えているのかどうか、このことを僕たちは納得できますか、信じることができるかどうか、僕は政治家のことに対して考えていることがあります。僕たちは政治家の言葉を信じるのではなくて、政治家の行動を信じなければならないと思います。安倍さんたち、あるいはそれ以外の政治家の人たちの言葉はまず信じちゃいけないと思います。そして行動を見ることが大事だと思います。ぜひ今度行われます衆議院議員選挙、安倍さんが行ってきた政策に対して納得ができないことありますか。まず与党以外の候補者の方に目を向けていただければと思います。